個ちょっと教えていただきたいのは、まあ私のチャンネルにね遊びに来ていただいてる方々、まあコメントいただける方っていうのはまあその中の一部だと思うんですが、どんな動画が、好みでしょうか。コメント欄にでもねちょっと教えて、いただけたらありがたいかなと思っております。まあツーリング動画、メンテナンス動画、いろんな話題をこう喋りながら走るトーク動画、っていう、まあ、3つぐらいで、ちょっとコメント欄で教えていただけると、まあ、今後の参考にさせていただこうかなと思います。まあ、できたら、こんな、チャンネルのこんな動画が好きなので、見てますとか、もうちょっともしあれば書いていただけたら嬉しいかなと思います。はい、シマウマからのお願いでございました。はい、皆さんこんにちは、チャンネルへようこそ。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。シマウマです。私は今、ここ見えるのがねインターコンチネンタルホテル、で観覧車が見えてますけど、はい、そしてその向こうがランドマークタワー、横浜みなとみらい地区に来ております。ここね、ホットドッグとか食べられるんですよね。でこっち側が、ビアガーデンになってて、2時間制で、1人2500円ぐらいで飲み放題な感じですね。これ天気いい時は気持ちよさそうですよね。うん、まあバーベキューなんかもできるんじゃないでしょうか。うん、まあもしゆっくりと泊まりかけてね横浜来られたりする方いらっしゃればいかがでしょう。はい、ちょっとメニュー見てみます。ビアガーデン、飲み放題1人2500円、2時間制、ラストオーダー30分前、2名から6名、7名からは要相談、当日受付のみで延長1時間で1人1000円、フード400円から。はい、でこっちは、グッドマンスタンドということでホットドッグですね。うん、まあ大体700円から1000円ぐらい。はい、そんなおしゃれなお店でございます。はい、で、あ、今日は、ZRX1200S で、出撃しております。はい、久しぶりの S ですね。はい、ですいません、冒頭からちょっと皆様にお願いの動画を撮らさせていただきました。まあ自分勝手にやってるチャンネルなんですが、まあ私のチャンネルにね遊びに来ていただいてる方、まあ動画やってる方はどんな動画を撮ってるかっていうのは、よく分かってますが、まあそれ以外の方はね、どんなチャンネルとかどんな動画を見てらっしゃるのかなと思ってちょっと興味があったので、はい、もしよろしければすいません、コメント欄で書いていただけると嬉しいです。はい、ではスタートしましょう。これ正面がね赤レンガ倉庫です。はい、でここ右ですね。はい、で、今日は、信号がかかっちゃった。
さんよくご存知のみなとみらい、観覧車の見えるところです。私の一番嫌いな乗り物観覧車まあそれはいいんですが、これから今日は何回かね、動画にはしてますが、横浜に古くからあるバーのところまで行ってみようかなと思っております。せっかく横浜にいるんでね、こうやって、たまには、ちゃんと横浜、案内というか、作ってみるのもいいかなと思って、はい。短いですが、短いのかな、ちょっとわからないですけど、お付き合いいただければと思います。これ右手がパシフィコ横浜ですね。はい。展示会場、東京でいうとビッグサイトのような、展示会場ですね。はい。私介護福祉士はここで受けました。この辺みなとみらい地区はもともとはね、商業施設オンリーということで、昔に計画して作り始めたというかね、やり始めたところなんですよ。で、結局、バブルが弾けたりいろんなことがあったりして、それだけでは立ち行かないというか、やっぱり誘致ができないということでね、今はこうやってマンションだったり、高層マンション、高級なマンションだったり、商業施設があったり、はい、するところですね。で、これから行く老舗のバーはちょっとね、車でないと行きづらい、行けないところですね。何回かそういう動画でもう話はしてますけど、テレビドラマだったり映画だったり、そういうところのロケ地としてもよく使われてたところです。はい。スターダストとポールスターですね。昼間なんでネオンはついてないですから、ちょっと雰囲気はね、ちょっと夜とは違うと思うんですけど、そういうテレビ撮影とか映画で使われるとやっぱり夜のネオンがついてる時間帯がね多いと思うんで、そういう感じでは、の絵面にはならないかと思うんですけど、ちょっといかがかなと思って、はい、お付き合いいただければと思います。で、これまっすぐで東神奈川方面ですね。で、まっすぐ入ってくるとちょっとこう上に、橋、こう登ってきます。ゲートブリッジじゃないですけど、ちょっと上に上がるんでね、こう運河を越えたりするんで眺めはいいところなのかなと思います。ちょうどこう下、これ海ですかね。はい。ゲートブリッジみたいに長くはないし、こう高いところを走るわけじゃないですけど、ちょっと開けててね、雰囲気的にはいいんじゃないかなと思います。で、この橋本町2丁目という交差点を、どんつきになってるんですけど、右ですね、三井倉庫、はい、よく、目立つので目印になるかと思います。いや、今日雲が綺麗だな。多いけど賑やかです。で、またドンツキになりますんで、これを右で、もうね、そこが、はい、見えてる。裏から見ると普通の建物ですが、水郷埠頭という方に、はい、曲がっていきます。これを曲がるともうすぐですね。で、平日はこう大きな、トラックダンプがいっぱいいるところです。